言ったのは、で、今みんな切り返しやると腰がこう動いちゃう人は、こう打ったら、腰が動いちゃう人は、どうしたってこのまま打てないから、みんな逆側打たなきゃいけなくなっちゃう。でもまっすぐ、体が向いて打ってれば、別に同じ方向打ったって、違和感なく打てるはずなんだよ。ね、違和感なく。で、右打ったら左打たなきゃいけないなんて決まってないから。決まってないから。ね、だから、今から腰がまっすぐ向いてるか、確認するためにも、右、左、左。 ね、こういう切り返しやってみる。わかった？はい。同じ方向って結構難しくて。 まして体が開いちゃう人、こうやって体まっすぐに打てる人は多分すぐできるんですよね。竹刀を振りたくてブレちゃうんですよね。で、そういうことっていうのは大体こうやって同じ方向打ちにくいんで、自分でダメだなって気づいてくれればいいなと思う。高さが変わるからな、位置っていうのを左手の位置っていうのはよく考えてやるよ。左手の位置で、このままどう打ってもダメだから、面の時は左手の位置ここだよな、胴の時はこの左手の位置を下げて下までしっかり打つこと。わかった？ ね、めんめんどうどう、前行きながらな、今度下がりながら、めんめんどうどう、もう一回、めんで下がって、そのまま打つこと。わかった？はい。 やっぱり切り返しが今も言ったんですけど、準備運動ではなくて剣道のやっぱ全てがここに集約されてる。手首の使い方、周りの使い方とかっていうのが入ってるんで、それはもう意識させてやってると思います。 通常の切り返しだと、メーンってメンメンメンメーンって下がって打つよな。下がってから構えてメーン打つよね。1億アンドの前に打ちながら、そのまま打てる状態。ね、剣道は下がってだけじゃなくて、前に攻めながら技を出す。なんてことも当然ある。ね、なんで、同じ切り返し、こういう下がってから打つ切り返しも一つ。そして、前に打ちながら、そのまま打つ切り返しっていうのも、体で覚えていかなきゃいけないから、そのためにやる。わかった？ 通常であれば切り返しっていうのは、まあ、下がってそのままストーンとこう前に出てくる。でも、まあ、その場面だけじゃないんで、まあ、頭でこう頭の意識を変えて前に打ちながらでもパッと打てるっていう。で、その時大事なのは何でこれやるかっていうと、ね、みんな見てるとね、一歩入った時にやっって打てる状態です。初めてそこで作ってる。 そうじゃなくて、遠い、白いが触れ合わない位置の時にはもう、打てる状態ちゃんと作っとく。その状態を変えないで。変えないで、その状態のまま一歩入る。ね、そして止まってる状態。同じ状態だよな。打てる状態を遠までも作っといて、
その状態で一歩入って面を打てるようにね、入って準備する。ね、体重移動って言うんだよな。前に勢いつけていくと体重移動できるからバーンって打ちやすいんだよ。でもそれじゃ意味がない。ね、一歩入ってしっかり止まる。打てる状態で入って止まる。ね、準備なんかしない。もうここで準備できてる。ね、それで一歩入って面を打つこと。で、なぜそうするか。ね、前に入って一歩入って打たなきゃ、まあ一足一刀の前に入らなきゃ打てないよな。普通ね。でも自分は打てないけど相手は打てるかもしれない。もしかしたら背の大きい人。ね、跳躍力のある人ってやった時に、市内の先が遠いから自分は打てないから一歩入んなきゃいけない。まあでもこれだったらいいな、気抜いてたらここから届く人もいるわな、中にはね。だから実はここでももう準備してなきゃいけないの。入ってから準備じゃ遅い。ここで準備してなきゃいけない。だその準備できたまま動いてさらに技が出せる、ね、そういうのを頭に入れてやること。だからやーめんって勢いよくやんない。しっかり打てる状態、下半身をしっかり安定させて一歩入って振りかぶって面、慌てなくていいから。終わった？はい。ね、常に打てる状態作れよって言ってるんで、ここで休んどいて、さあ行くぞ、じゃあ間に合わないんで打てるぞ、だけどもう一歩入りますよ、技を出すよっていう形をちょっと作ら意識させようかなっていう。今度は小さく目打ちを打つ。小さくね、今はこう大きく上からダーンって打ったけどな、今度は小さく打たなきゃいけない。最短距離で面の位置に最短距離ね。でこれは竹刀が、これも前言ったけどな、竹刀がブレずにここに行きたい。早くね、遠回りすれば当然相手に打たれ遅くなるわな。構えた状態から相手の中心を取ってパッ打てれば一番いい。一番いい、ここにパッとくればね。でそのためにはこの前も言ったね、発射台をちゃんと作りなさいよ、ね、手もそう、下半身もそうだけど、これが肘が開いてフラフラしてたり、足が開いてフラフラしてたら、これはまっすぐはいかないな。ロケットで言ったよな、ロケットがまっすぐストーンって上に飛んでいくためには発射台、ここがしっかり、土台がしっかりしてるからまっすぐ飛んでいく。もしこれフラフラしたらどこ行くか分かんないもんな、ね、だから剣道のみんなの構えで、構えがその発射台だよ。それをちゃんとしなきゃだ。脇を締めてね、上からこうやって持つんじゃなくて前に向かって持つ。前に向かってね、こうじゃないよ、前に向かって持つね、パッとまっすぐ出るようにね。それと、体を弓のようにしならせなさいよって言ったね。こうじゃダメってこと。これじゃもうこれ以上手伸ばすしかできないから、体全体で打っていくんだから、だから体を弓のようにグーッとしならせる。ポン出るようにしならせていくって。だからかといって上向いちゃダメだぞね。しなった状態、体をグーッと腰を前に出してね、しならせた状態で胸は相手の方に向いてる状態ね。これでこのまま一歩入って、あとは胸を一気にパッ前に出してあげる。発射台からまっすぐ手を出すのと一緒にパッって出してあげれば最短距離で面に行けるはずなんだな。はず、ね、難しいけどそれを意識してやること。分かった？はい。で今と同じようにバン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 打たなくていいよ。今と同じように一歩入って我慢してできてるかな、発射台ちゃんとできてるかな確認してからストーンと面に打ちに行け。慌てなくていいから。分かったか？はい。はい、じゃあ3本打ったら答え。